皆さん、こんにちは。東京キリスト教大学オンライン模擬授業へようこそ。組織心理学を教えています、教員の斉藤勇です。よろしくお願いします。今日は続編です。私、東京キリスト教大学 Facebook ページのオンライン模擬授業、組織心理学1回目を挙げておきましたが、ではその続きです。皆さんに画面の共有をいたします。最初に前回どういうお話をしたのか短く振り返っていきます。前回の最後に宗教改革者カルヴァン、ジュネーブ教会信仰問答の有名な第一問を最後に皆さんで確認しました。人生の主な目的は何ですか。神を知ることであります。今回、組織神学とは何だろうかという話をいたしました。組織神学とは、神ご自身を、そして神ご自身のご計画を全体として体系的に知る。そういう話をいたしました。神を知ることだ。二つの知り方がありましたが、第一に特別啓示、特に最重要資料、客観的に私たちが手に取ることができる資料としては聖書全体から神を知るわけです。そして同時に一般啓示、自然とか歴史とか人間とか一般啓示からも補足的に神とそのご計画を知っていく。そしてそのように知ったこと、学んだことを論理的な体系にして全体として把握していく。それが組織神学の営みです。そしてそれは神の形として作られた私たち自身を知ることにもつながります。つまり私たちが何を信じ、どこに立っているのかを知ることにもつながっていきます。そのようにして組織神学を通して体系的にまとめられた知識、これを教理と言いますが、教理は聖書の世界を深く理解する上でのロードマップの役割を果たします。聖書の世界は、新旧両訳ともに奥深い、深い森のような世界です。ですから、教理というロードマップを通して、こう、全体を把握し、ゴール、たどり着くべき目標をあらかじめ見定めておくことは、聖書の豊かな世界を旅する上での大きな助けになります。組織神学は、何か大きな一枚の絵を把握するような試みにも似ていると、第1回の模擬授業ではお話しいたしましたが、まさにそういうことですね。しかし、今日は、ここから続編の部分ですが、一つの問いを皆さんに投げかけたいと思います。今は思想的にはポストモダンの時代と言われます。ポストモダン、いろんな説明の仕方ができますが、人間の思想、思考、考え方という意味において、ポストモダンとは細分化して考える、細かく分けて専門化した領域で考えていく。それがポストモダンの考え方の大きな特徴です。ですから、大きな体系を把握していくような学問は流行らない。ポストモダンにはそういう傾向があると言われます。しかし、組織神学は聖書全体を、そして神様を、そして神のご計画を体系的に全体として理解しようという営みですから、一つの疑問が生じるわけです。聖書を体系、システムとして理解することは必要なんだろうか。聖書の各書を読んで、正しく解釈してきちんと理解すれば、それで十分ではないのか。皆さん、どうお考えになりますか。私は、
神を、そして聖書を全体として体系的に知ることは必要である。このことを確信してはっきりと申し上げたいと思います。その理由を今日この続編ではいくつか挙げさせていただきます。まず理由の第一は、神様ご自身がお一人であるということです。聖書の誠の著者である神様がお一人である。これが聖書、そして神を体系的に全体として理解することの必要性の第一の根拠です。申命記の6章4節に、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一であるとありますが、神の言葉に聞くときには、神がお一人であることを意識していく必要性があります。もし聖書が、約40人からなるとされる聖書の記者たち、背景も時代も全く異なる人々の証し集のようなものならば、体系化は必要ありません。バラバラでも何の問題もありません。皆さんの教会でも、何十周年とかの記念に証し集などをまとめられることがあると思いますが、教会員の皆さん一人一人が書かれたものを全体として体系的に理解する必要はありません。それぞれの皆さんがそれぞれの思いで書いたことが尊いわけです。それと同様に、もし聖書が人間の記者、人間の著者だけによるものだとしたら、体系化の必要はありません。しかし聖書の背後にはお一人の神、その聖書の最大究極の著者であるお一人の神がおられる。だから聖書の内容が多様であっても、私たちは全体として把握する必要があるわけです。第二の理由は、エペソの教会形成におけるパウロの姿勢です。使徒の働きの20章でパウロは心血を注いだエペソの教会の長老さんたちと涙ながらの別れをいたしますが、そこでパウロが長老さんたちに、私は神のご計画の全体を余すところなく語った、そのように伝えます。パウロは神の計画を、言葉を変えれば聖書の全体を余すところなく伝えたのです。皆さん、キリスト教の歴史には異端と呼ばれるものがたびたび出てまいりましたが、異端の特色の一つに、こう聖書の一部を切り取って、それがまるで全体であるかのように偏って示していく、異端というのは、そういう特色があるんですね。木を見て森を見ないという聖書の読み方の代表的なものです。全体を捉えないと誤ってしまうことがある。そういうことにならないように、私たちは全体として理解する聖書、そして神様ご自身を全体として理解していくことが必要です。私たち暮らしていると、いろんな人の誤った噂というものを耳にすることがありますね。デマです。でもその人を本当によく知っていると、私たちその噂がデマだとすぐに見抜くことができます。聖書もキリスト教信仰も同じです。聖書全体から、そして神様、誠に豊かな神様はしかしお一人のお方で、どんなお方なのかを聖書全体から知っていると、私たちはそこにある異端の教えの中にある誤りを見抜くことができるのです。さて、聖書は真理を
両面から教えます。これも聖書の一つの特徴です。例えば蛇のように悟くとか鳩のように素直に、一体どっちなんだ。あるいは教会と国家、キリスト者と国家権力との関わりにおいて、ローマ書13章は、上に立てられた権威は神がお立てになったのだから従うようにと求めますが、反対に黙示録13章を読むと、その国家権力が悪魔化していくことがあるという、そういう警戒を黙示録13章を促しています。じゃあ一体どっちが本当なんだっていう話ですが、聖書は真理を両面から教える。そのためにも私たちは本当に正しく聖書を理解するためには、全体として統合していく必要があります。そういう作業をしないと、キリスト教が何か矛盾だらけのおかしな、内容を持っているということになりかねません。4番目の根拠は、信仰の戦いのために聖書を全体として理解することが必要です。教会の歴史を振り返ると、教会は信仰の戦いの最中で、大事な真理を聖書からまとめてこうギュッとコンパクトにして、同じ真理を握って戦ってきた、そういう歴史があります。結束するためのスローガンにも似てますね。東京キリスト教大学はスタンドインザギャップ、破れ口にキリストの平和を、このスローガンで一致してますが、戦いのためには、あるいは結束するためには、共に共有し合える短いスローガンが、必要になってくることがあります。その代表的なものが使徒信条です。天地の作り主を信ず。神様、この天地、見える天地を作られた方だ。あるいは、イエス・キリストがお生まれになった。人間の姿、形を捉えた。受肉と呼ばれますが、イエス・キリストは体を持っていた。ああいう告白はいずれも、目に見える世界を軽んじたグノーシスと呼ばれる異端に対する反論であったと言われます。神様、この目に見える世界を、そして人間の肉体をも作ったのだ、尊いものとしてという、そういう私たちの反論ですね。私たちは信仰の戦いに際しては、聖書を信じているというだけでは一致して戦えないことがあります。なぜなら、異端もまた聖書を利用して、聖書を用いていくからです。ですから、私たちは聖書をどう理解し、何を信じているか、それを告白という形でコンパクトにギュッとまとめて明確にする必要があります。新約聖書の中には、実はそういうコンパクトにまとめた断片的なものが、パウロの手紙などを読むと、実はもうすでに現れています。聖書の真理をギュッと一つにまとめ、コンパクトな形で一つのフレーズに、スローガンにしていく。それは教会を一致させ、共に戦う力、共に結束する、私たちにこう助けを与えてくれるわけです。さて、最後になりますが、聖書全体として理解することは、牧会や伝道の実践のためにも必要となってきます。聖書は確かに多様な書物で、例えば旧約聖書を読んでいても、創世記、あるいは
出エジプト記、レビ記、申命記、それぞれに現れる 神様のイメージ、神様の姿、実に多様ですね。そういう多様性を忘れずに聖書を読むことはとても大切です。それが聖書の魅力でもあります。でも、そういう多様性を実践においては必要に応じてまとめないと、神学というものは実践的な力を失ってしまいます。皆さん、そもそも神学というものは、ただ学問としてあるのではなくて、人の魂を救いに導き、教会を立て上げていくためのものです。ですから、例えば個人伝道していて、その方は聖書を読み始めたとします。で、聖書の中にいろんな神様の現れ方、イメージの違いがある。なんか、旧約聖書と新約聖書の神様の現れ方が違うようだ。よく聖書を読み始めた方が抱く疑問ですが、そうなんですよ。聖書の神様は多様です。だからいろんな神様を信じましょうでは伝道できませんね。やはり聖書全体としてまとめ、お一人の神様をきちんと指し示していく、そのことがどうしても必要になります。牧会上の牧師の働きをしていく中での相談を受ける場合もそうです。信仰のいろんな悩みに際して、聖書の中にはその答えがある、私たちの人生を導く答えがあると聞いて、相談に来られる方がいます。そういう時に、聖書の中に答えがありますからと言って一冊ポンと渡して、これを読みなさいでは牧会になりません。やはり聖書のエッセンスを、聖書の原則をぎゅっとまとめて適切に導いていく必要があるわけです。ここからあとは余談になります。皆さんリラックスしてお聞きください。この話をして終わりたいと思いますが、皆さんは聖書は難しい書物だとお感じですか？そのように思う方は多いし、実際聖書は深くて難しい面があります。ですから、特に東京キリスト教大学では神学を専攻する学生たちには言語を用いて聖書を学ぶことが大切だと教えていますが、しかし、そういう聖書の深さ、難しさと同時に、福音の真理の単純さも忘れてはいけません。偉大な神学者はしばしば単純な言葉を持って自分の神学を語りました。バルトっていう人の写真がここに出てますね。私たちの大学とは神学的な立場が必ずしも同じではないのですが、ただ私はバルトって人の生き方、彼が目指したものには非常に共感を覚える部分があります。彼は20世紀最大の神学者と言われますが、彼が昔、アメリカを招かれて講演旅行をしたときに、ある大学、シカゴの大学だと言われていますが、講演会場からある人が質問した。バルト先生、あなたの神学を簡単に短い言葉で説明してください。それに対してバルトは、これ有名な話ですが、私の神学は、主あれを愛す、あの歌に込められている。あの歌に現れている。我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。あそこに私の神学のすべてがある。大変有名な話です。優れた神学者は実は単純な言葉で真理を語ることができます。いや、神学者以前に、聖書には聖書中の聖書と呼ばれる箇所がありますね。聖書全体をこうギュッと凝縮しているような御言葉があります。創世記の一章一節とか、あるいは新約では有名なヨハネ3章16節、神は
その一人もお与えになったことによう愛された、皆さん、聖書は奥深く豊かですけれど、しかし単純な言葉で、そして一つの真理としてきちっと語ることができる内容を持っています。そして昔からそういう単純明快な福音の真理が人を救い、教会を立て上げてきました。もし私たちが専門家ではないと聖書を理解できないかのように、そのように考えているとしたら、私たちは誤った聖書の読み方をもしかしたらしているのかもしれません。皆さん、神様はどういうお方でしょう？神様は啓示の神。つまりね、ご自分を知らせたいお方なんです。ご自分を隠したいお方ではなく、ご自分を知らせたい。ヘブル書一章一節に、神は多くの方法で様々な時代に語られたとありますが、いろんな方法で、そして最後イエス・キリストを通し、また聖書を通して、ご自分を伝えようとしておられる。神様は、ご自身を私たちに知らせたいんです。ですから、救いに関する知識は本来、聖書を読めばその確信が十分に伝わるもので、しかも、一回のメッセージとして提示できるものなんです。そのためにも聖書を全体として把握することは大切です。私も長らく牧師、またある時期宣教師として台湾で奉仕しておりましたが、いろんな方の死に直面することがあります。今死にゆく人を前にしても私たちは伝道しなければなりません。真理を伝える必要があります。でも聖書の真理は単純な言葉で、限られた時間の中でもきちんと伝えることができる内容を持っています。そこに組織神学の仕事があるわけですね。オンライン模擬授業続編、ここまでです。お付き合いくださりありがとうございました。オンラインを通して皆様にお会いできたことは大変幸いでしたが、またいつの日か実際にお会いすることがあるようにと願っております。皆様の祝福をお祈りいたします。ありがとうございました。失礼します。